跡地に建設された立川タクロス第一デパートは東京都立川市にかつて存在した商業施設。JR 立川駅北口より徒歩1分の場所に所在していた。店名はデパートだったが、百貨店というよりテナントビル的な面が強く、日本百貨店協会非加盟であった。1964年1月、国鉄立川駅の青梅線ホームでガソリンを満載した在日米軍専用のタンク車が普通電車に衝突、炎上する立川駅タンク車衝突事故が発生。火災により焼失した跡地に1966年7月オープンした。当時は地元の商店など約80店舗が入店していた。なお、翌1967年には新宿駅で在日米軍立川基地向けのタンク車が衝突、炎上した米軍燃料輸送列車事故が発生している。建物は地上6階、地下1階建てで毎月第2、第3水曜日が定休日であった。売り場構成は専門店中心で書店やプラモデルショップ、コインショップ、スポーツ用品店などが入店しており、品揃えは他の店に比べて一部に特化しているなど特色があった。オリオン書房立川北口店もコミックを中心に鉄道や軍事の書籍が充実し、ポスターショップ、ジュネやホビーショップ寿屋立川店が入店していた。その後は、立川高島屋や伊勢丹立川店など、大手百貨店の進出にも影響を受けて苦戦した。2012年5月15日に閉店。建物は老朽化と立川駅北口の再開発により、周辺も含めて解体され、商業、業務、住宅施設を備えた複合型ビル。クラウドタワー立川が建設される。2013年度に工事着工。2016年7月に竣工し8月に開業。ヤマダ電機などのテナントが出店した。ありがとうございます。